んばんは。はい、はい、皆さんこんばんは。今日はサイエンスの森山さんに来てもらってます、はい、よろしくお願いします。サイエンスといえば風神ライジンですね。はい、ありがとうございます、はい、それのオプションパーツ出てきました。はい、はい、オプションパーツ出てきました。とうとうお待ちかねの、はい、品番は RD9275 という、はい、バッテリーケースポーチですか。ポーチですね、はい、こちらをご準備をさせていただきました、はいはい、なんかありそうでなかったですね。そうなんですよ、ね、まあ、皆様 の、 うん、ご要望ということで、お作りをさせていただきましたね。だから今までは服の中にバッテリーってたから重たいみたいな話ありましたけど、はい、これは外に行けるってことですよね。そうですね、これ先に書かせていただいている通り、うん、ベルトループですね。ベルトをさせて、はいはいはい、通していただいたやつですね、はいはいはい、うん、それと合わせて、うん、このカラビナをつけてますので、はいはい、それつい別売りじゃなくてこれついてるんですね。あ、ついてます、ね、あ、これいいじゃないですか、はい、ね、でこれ別に自分好きなやつにすればカスタマイズできて、そうですね、ね、かっこよく最近かっこいいカラビナたくさん出てありますもんね、はい、はい、付け替えてっていう感じですよ ね、 そうですね、はい、で2個いける説、2個いける説まあ1個、まあ、でも2個持ちしてる人いますもんね。そうですね、プロファンとかのやつはね、2個ないと1日いかないですもんね。はい、ってことは2個行ってみます。ちょっと違うシーズン、あの、はい、品番のやつ2個行ってみましょう。はい、どうぞ。ドラムロール全然余裕です。行ける説、じゃあ1個ねえ、はい、熱くなったりしないですかね。今ちょっとふと思ったけど、ちょっと怖いかもしれないですね、まあ、入ることは入ると。入りましたね。入ることは入る。だからこれをして、はい、収納っていうかね、お家に置いとく分にはいいのかもしれないですけど、実際回してなんかバッテリー熱くなってちょっと怖いですね。よく検証したいと思います。ね、また、後日の YouTube ですね。お楽しみください。スペース的には入るということです。はい、そうですね。でここに穴があるから、そこからあれなんでしょうね。はい、ループを出していただければなと思います。これもう行っちゃいますか。行っちゃいますか。はい、行っちゃいましょう。じゃまずでもこれさ どっちから、外から入れてもいいですかね。そうですね、ここから入れていただく方がいいですね、うん、で、こちらへ、はいはい、バッテリーの方へさせていただく、ジャックの赤い方を通していただいて、はいはい、外側から通していただいて入れちゃって、あっよいしょ、刺しちゃう、よし、はい、この形がよろしいかな、多いですね、収納して整えて整うところですね。でこれ見えてるかな、このループこれ切れそうだな、このスーツだから、うん、まあこれパターンもありだしこっから出てるという感じですね。まあこういう お尻が後ろか、ね、あ、確かに確かに、はいはい、でベルトのこれもねループ通せばいい感じにいくということで、はい、はい、いいじゃないですかこれ、はい、なんかだいぶ軽くなって、バッテリーが重たいからどうのこうのとかって言ってる人にはこれを渡せば重たくないですよねということで解決してきますよね。はい、ありがとうございます、はい、ということ で、 です、ね、風神雷神バッテリーケース品番が、はい、RD9275 よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました、今日ご紹介した商品は買えますよね。買えますね。どうすれば買えるでしょうか。弊社通販サイトアルベロットユニで買うことができます。下にね、リンク先貼っておきますんで、こちらで飛んでご購入いただければと思います。